はい、ちょっと大変なことになってきてるので、いい加減片付けます。はい、ハンズマン行ってネジ買ってきました。まあ、ネジっていうかね、ボルトナットやね、車用、車で使える、使ってもまあ大丈夫だろうっていうやつね。まあよくあるこういう、これはステンレスのボルトやけど、まあこれはもう10円とかそんぐらいですけど、これは10個で700円、まあ約7倍しますね。あの鉄です。なのでこういう車にはやっぱこういうネジを使わんといかんっていう、いかんっていうこともないんやけど、これが M6、M10、これは M8、M8 のナット。バンパーに使うボルトナットっていうのは、やっぱさすがに、やっぱ純正のナットを使いたいんやけど、もうサビでどうもならんやつは、もうこれを使います。見えるところは、外装とかね、中とか、いつも見えるところで、ところは、まあ特にこの線のボルトやナット使っても、対応ができるね、修正ができるんでいいんやけど、もうバンパーの裏とかはやっぱさすがに鉄製ステンレスじゃなくて鉄製のナットを使った方がいいかなと思います。どうしてもね、錆びる、絶対錆びるんで、錆びた時に対応ができるのでね、バンパーの裏とかはさすがに。もういっぱいあるわ、ありすぎてわけわからんわ。もうこの中にもね、純正のバンパー、前後バンパーのとかモールとか外した純正のナットが一応この中に入れております。まあできるだけね、これは使っていきたいと思うんやけど、これまあまあ多分大丈夫とは思うんやけどね、大丈夫とは思うんやけど、これとこれが M8 か。M8 なのこれやな。これと同じ。ちょっと長さ足らんかったけど。まあまあ使えんことはないと思う。これがこれと一緒やね。M6 の20っていうのがこれになるんですけど。まあこれの代わりにこれ使うっていうね。もうこんなんとかはもう使えんけんね。こんなネジは。舐めてるやつはね。こんなんとか、まあ研いで使えんこともなかろうけど、まあ無理に再生させてやるよりもこんなんとか使えません。花粉と黄砂がやばいな。鼻水がもうやべえわ。朝からずっと鼻水出よ。ちょっとまたなるべく編集で鼻水すする音はカットしよんのやけど、お聞き苦しいところがあったら勘弁してください。もうこの時期はね、一応ね薬とか飲みよんやけどね、毎年ひどくなってるような気がする。これなんやろね。こっから多分空気を逃がすか入れるかな感じやろね。なんかもういろいろネジやらなんやらいっぱい出てきたけど、どうしようかな。これな、ここ結局まあこういう風に入っちゃったやつやけど、これな、こんな感じで入っちゃったやつ、あれが折れて、もうドリルでうっぽぎました。これ、このナットを買ってくるの忘れたんやけど、これをこう裏からこう止めんといかんのよね。こう。ちょっと、止め、これ裏から溶接で止めるの無理やわな。この中に入れられんわな。どうすっかな。ここ開けるか。いや、開けん方がいいな。ここ開けて、これ
これはもうガチガチで止まっとるけんな。どういうなっちゃうのかな。はい、まあ前回ねじ切ったやつ裏のナットが取れたんで、もうこれはこっちがバンパー側なんで、こっちトランクにこう入ってこうやって固定するっていうやつなんやけど、貫通させて、ボルトナットで固定するっていうやり方します。まず8ミリぐらいの穴を開けないかんないな。これで8ミリの穴が開きます。で、このまあこれはもう8ミリのあのちょっと鉄のボルトがなかったので、まあとりあえず仮で長いのがいるんでね、これで裏からどう止まるんかな、こういう風に入るんで、バンパーにこうこの向きで入るんで、下から入れてな、ボルトを入れてボディとバンパーを固定するっていう、こういう感じになりますね。ちょっとスカスカやけど、まあそんな感じですね。これでひとまずいいかな。こっちもそういう風にしてます。両方下から固定する。これでもうしっかりこのステーは止まると思う。あとはもうこっちにこうつければいいだけですね。
。